はい、こんにちは、川部屋です。今日はね、先ほど昼前にしゃくり漁した後ちょっと落とせ橋の下ですね、今2時なんですけど、竿を出してみたいと思います。前日ね、多い人で35匹、他の人で25匹、結構かかってるみたいなんですよ、話を聞くと。ちょっと気になっちゃって、竿を出さずにはいられないっていう感じで。時間はね、短いんですが、夕間詰めだけちょこっとやってみようと思います。釣れるかな？お、来た。来ましたよ。来ました。コツコツってやってたんですけど。よし。わ、黄色いな。巻きキーの鮎ですわ。やっぱりね、今日も暖かかったんですよ。現在進行形なんですけど。これ、黄色い鮎。ね、キンキンの。黄色い鮎、追い干し出てますね。橋の上から見ててもね、結構黄色いやついるなーっては見てたんですけども、やっぱり水温上がって赤つくと黄色い鮎が、元気な鮎が出てきますね。これ、そういう鮎がいないと20も30も釣れたりしないんですけど、まだまだこれ状況良さそうです。旬一発2匹目、これっすよ。小ぶりだけど、まだまだこれ縄張り鮎っすね。よしよし、これ状況いいんじゃないか。うん、これ追われてるのか群れに入ってるのか、こつらこつらしますね。ちょっとブロックのような石が沈んじゃってますね。これをかわしながらやれば、これで来たんじゃないか。ゴミか。よいしょ。おいおい、3つ目。すごいな。全部キンキンの縄張り鮎かかりますよ。これ3つ目。錆びてるけど、ヒレピン。すごいな。キンキンの鮎でキンキンの鮎が釣れる。すごいすごい。まだそんなんなんですね。ねえ、キンキン。さあ、まだいけそう。どんな、やっぱり水温かな。条件は良さそうですよ。平水マイナス10センチくらい。マジか、そんなすぐそこで。よいしょ。もう4つ目ですよ。なんかすごい勢いで釣れます。めっちゃ釣れる。ほんまにハイシーズンみたいな釣れ方。ハイシーズンのいい時みたいな釣れ方ですね、これ。マジか、びっくりするんですけど。皆さんね、縦竿でポツラポツラはかけてるんですけど、これ今私引きずり複合で、006の複合で引きずりじわじわやってるだけなんですけど、ポイント入れてゴソゴソってしてバーン。楽しすぎでしょ、これ。やばいです、だいぶやばいです。こんなに勢いで釣れちゃう。はい、4匹目、かかり悪かったっすね。この辺、物の点突き刺しちゃいました。ちっちゃいし。遊んどるような、じゃれてるようなアイですね。酒張り外れないようなやつ。ちっちゃいけど。
向こう側まで行っちゃいましたね。5つ目、長かったです。5つ目、これでも綺麗な鮎ですよ。これやっぱり5つ目までは長かったけど、よいしょ、本当に世紀みたいな鮎が釣れるねえ。追い干し出てプリプリのプリプリやで。群れが多いんですね。なんかクーッと下がってったりしますね。おっ、来たかな。これでよしよし来ましたよ。やっぱ石あるところにはついてますね。なんか大小はまあそうそうそんなに言えないにしろねえ、サイズはねえこだわれないにしろ、ここかなっていう石があるところ、じわ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 ってやるとガッガッガッ。6つ目、へえへえ、釣りが成立する。なんと6つかな、6つ、シャクのやつでおとりを4つ書いて用意したんでちょっと多めに見えてますけど、2時間で6つ、なんか結構黄色いのがカン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 かかりましたね、流れの中でね。うん、小ぶりやけど本当に若い綺麗な鮎が釣れます。いつ終わるの大内山川でした。